去年ぐらいから去年からね WTI がね1バレールが77とかなんですよでロシアとウクライナの戦争したっていうやつねやった時130ぐらいですよじゃあ半分になってなんでガソリンが下がらなかったんだいって言ったらね中抜きをしてたんですよみんなの税金から中抜きをしてたんですねだけどみんな文句言わないじゃんそれでも働き行ってるんじゃないねえなんで文句言わないんだろうってやっぱりね 学校でヘナで授業を受けてきたからですよ。でね。お金の理論とか習ったことないじゃん。日本人にお金の理論を習わすとね。まあ、いいや働く奴隷がいなくなるからですよ。日本人はバカの猿だって言ったのに、ね、トルーマなんですよ。まあ昨日も言ったけどね。日本人はたバカの猿だから、あのいっぱい働かせてね。あのメディアとかね。好きめなやつ見せてね。スポーツ見せてね。ごまかして長く働かせて。 ね、いっぱい税金を納めさせてねでいらない薬を飲ませてね長生きさせればいいっていうのがねトルマン計画なんですよ。まあ自分で調べたらどうでしょうかねと思いますけどね日本人で結構調べなないんんでですすよよ受け身なんですよいや小林製薬のことでもねあの結局お酒とかタバコとかねあのコロナに効きそうなこと全部試してるよねあんたたちね。あの 小林製薬のことが大問題になっていること自体が問題であってねその前にこの厚生労働省の、ね、ワクチンやらね人口削減の方が問題でしょうっていうこと本当は日本人の、ね、人口削減をね2020年にする予定だったんですよ全員始末したかったんですよそれ WHO と n w をが決めてたんですよ最初からね日本政府もやってたんですよ日本政府と WHO がやってたのがその人口削減 日本人全員に、ね、まあ消されるとこあったの、2020年に。でそれがうまくいかないからね、2023年か、ええー、2024年の3月までに全員とうにか消したいんだって言ってたんですよ。政府がやってたんですよ、w っと厚生労働省とね。でなかなかね日本人の人がねワクチンでなかなかね全員死らないからねあのどうにか何でもするって言ってたんですよ去年ね。そう日本政府と官僚なんかね日本の敵ですよはっきりは言ってもらうけど。 みんなあれにぶら下がって何でらかんとやってたけどね人口削減しているんですよ。どうにかして三月までにねしたかったんだけどね間に合わないって言ってたもんね。で世界の人口はね95%削減なんですよ。だけどみんなさ知らんふりしてるじゃない。だから世界の人口は95%削減をするって言ったのがね WHO とね NWO なんですよ。ダボス会議とかね。だけど日本の日本人だけはね全員ね消したかったんだって。 だけどみんなそれでも予想向いてるじゃない。で閲覧ゼロになるようなねこういうソーシャルはいらないんですよ。あのこういうことするからね YouTube はダメなんですよ。まあそうかから消えないとダメなんですよね。えー、で自分たちの都合のいいねワクチン接種などはね莫大な金もらってたんですよね。あのなんとか社長とかねヒカキンとかでしょもらってたのそういう関係の企業関係の連中ばっかりじゃないそれはね。 それはバレたんだけどねバレてもまだ少ないですよねこれねまあ y o u t も一旦ねこれはね始末になるんですよねあのそうとんでもないことばっかりしてきた t w ツイッターもそれでね弱同士とかとんでもなかったからねまあ私もねそうトランプさんの株をねどうにかして買いたいんですよねうんこのねえっ、ー、と言論統制をしてきたんですよあんたたちはね2020から COVID でね 19. でね、YouTube つけてきたじゃない。ね YouTube はとんでもなかったんですよ。まあ、COVID19. つけてきたでしょ。ねえ。で、私はね、この前ね、ちょっと空気のこと言ったらね、バンされたんですよ。とんでもない会社だね。まず、あ、とにかくね、Google も一旦解体になったらいいんですよ。2000、えっと、3月末になったらいいんですよ。あの、YouTube 自体がね、本当におかしいんですよ。もっと偏ってるんですよね。うん。 ねこれでねあのー、コミュニティサービスっていうのはおかしいんですよ。それはあのそで今もそのそのう再生回数いじってるでしょだから今もまたこの,このエラーが起きてるんじゃないそれでね YouTuber 人気出ると金が鳴るとかそういうね嘘ついてきたのはねもう犯罪ですよあんたたちね。 で、2020からその COVID つけてきた言論統制したのが YouTube ですからね犯罪者ですよそういうことやったの Google ねまあどうせ解体になるからいいんですよヨーロッパで規制が始まったりねアメリカで規制が始まっていくんだからあの一旦ねこれ解体になってやり直した方がいいんですよ一旦ね